ふっくんさん、津田博文さん、のりさん、ライブ、あ、え、お、始まってるんですか、もう。すごい。こんにちは、七西さん、松さん、加山フラーさん、ひょうさん、安部さん、くじはるさん、森健銀河さん、斉藤さん、さくりんさん、こんにちは。そう、今日はね、ちゃんとしました今日はちゃんとした。なんかいつも最近めっちゃ T シャツが多かったから、今日はちゃんとできると思ってちゃんとした、ちゃんとしたそうだ、確かにちょうど24時間後かもしれない。ゆいかちゃん、しまじろうさん、まるひろさん、ラウリさん、かわいい、アルモカさん、ともあきさん、こんにちは。そう、お服かわいいやつ着ました。でもこれ長袖なんですけどね、ずっと着てなくて、なんか春に買って春に着ようと思ったんですけど、なんかあんまり着る時がなくて今日来ました。全然お出かけする予定はない全然お出かけする予定はないです。最近服が欲しいんだよな。なんかこういう長袖のしか今なくて、長袖のしかなくて、ちょっと短い丈の、なんかさ、去年とかはこういう服着てなかったから、去年はね、夏休みはね、何してたかっていうと、何してたかな、去年は、去年何してたかな、去年、去年あんまり遊んでないんだよね去年あんまり遊んでないから、そんなに服も買ってなくて、しかも何、系統が違ったから、だからこういう可愛い系の服はあんまり持ってないの。だから夏、なんか冬ぐらい、冬からそのいろいろ可愛い服とかを買い始めたから、夏の服がなくて、だからそう、買いに行きたいんだよね。そう、今日体操服じゃないんです公園で夜も遊びたい。なんかもう今日めっちゃ晴れてるんですよ。だから今日めっちゃ晴れてるから、そう、めっちゃ晴れとるけん、ちょっと外出たいけど出る予定はないですね今日。うん、新曲と同じ色、確かに。なんか一人一人確かイヤリングもあったんですよ。なんかこういうなんか可愛いやつ、イヤリングあって、そう、チャ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 ってなります。こうやってやったら耳元で鳴ってる。うん、あ、うちは落ちちゃった。え、あ、間に落ちてしまった。後で拾う。今日はね、ちゃんとしました、ちゃんと。もう最近 T シャツすぎてって感じだったから。兵庫めっちゃ雨。そうなんだ。あ、ゼッキー、そうだ、ゼッキー置いてなかった。てか最近ね、ここの棚の後ろでもやってなかったから、棚の後ろでもやってなかったので、ちょっと今日は棚の後ろですね。うん、そう、メイク、そう、メイクも違うんです今日は。ちょっと変えました。
なんか何がいいのかいまいち分かってないんですよ。トマーキさん、マスオさん、ご自身ありがとうございます。うん、これはでも最近買ったというか昨日買ったこれは昨日買ったやつ。ツル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 、昨日買いました。ゼッキーの兄弟、ゼッキーの兄弟は絶対たくさんいると思う。今日はちゃんとしてるの。山ちゃんさん、山ちゃんさん、響さん、こんにちは。どっからか読んでないみんな。クロちゃんさん、ミシさん、ハリさん、こんにちは。明日は池田ちゃんと帰ったうちは、楽しみ楽しみ楽しみですね。ついに明日ということで、明日感は全然ないな。楽しみですね。あれ、なんかぐっちゃなってしまった。最悪、ああ最悪、まあいいか。あ、こうでいいか。ちょっと変わったけど、変わった。あ、見えんくなった、こっち。まあいいか。ショートカットはそんなもんですよ。見えんくなるんよ、片方。明日行くよ。あ、広島、はい、広島入りしました。楽しみですね。前乗り、ありがとうございます。なんか、さっきと全然違う感じになってしまった。テレビのニュース、見れてないんですよ。大阪雨降ってるの。こんにちは、大村さん。めっちゃ晴れてるけど広島。あ、じゃあドライブインライブは今日は大丈夫なのかな。明日はどうなんだろう。でも分からんな、分からんな、分からんな。湿気、めっちゃ、なんか今日地域によって全然天気が違う日なの。めっちゃ晴れてんだけど、ほらもうなんかこれだって、これ自然光だよ。カーテンを開けるとこれは自然光です。自然光でこんなに照らされてるんだよ今。めっちゃ、あ、待って、これ日焼けするじゃん。ちょっとせめて白いカーテンだけはしとこう。あの薄いカーテン、めっちゃ飛んどるやん。ちょっと待って、よいしょ。オッケー、自然光です。名古屋、なんでそんなに違うの、そんなに違うのか。キヨ兄さん、こんにちは。チケモンさん、バラありがとうございます。確かに衣装の色にめっちゃ似てる。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が、
ずっと昨日だっけ、昨日出されたあのだん昨日出された昨日出たあの握手会の動画の衣装も、衣装じゃないあれは私服も紫なんですよ。なんか紫何気多いんだよね、ゆら紫何気多い人です。なんか自分であんまりなんか意識してなかったけど紫めっちゃ多いんですよ。そう最後なんかふにゃふにゃしたなんかそう。白林さんかわいい、ありがとうございます。むっちゃんさんタコありがとうございます。そう衣装めっちゃかわいすぎて見たときにかわいいってなりました。明日 50% え今日何パー広島めっちゃ晴れとるけど、めっちゃ晴れとるけどこれは 何パーでこれなん、この天気今日何パー、何パーめっちゃ生えてるけど、なんか最後ふにゃふにゃになっちゃって、あの握手会の動画がめっちゃふにゃふにゃになって、だけどなんかお金いいかってなって送った、これで行こうと思って送った、だ OK だった。座っていた6人の中にゆらちゃんが座ってた、正解です。正解、大正解ですよ。一番手前にいるんだよ。そう全然なんかこうやって真逆向いちゃってるけど、ふにゃ動画見て、あふにゃふにゃなんで。そうふにゃふにゃなの、そうおかっぱ、そうそうそう、あれユラです。裸足になってて、あれ裸足になっててなんかもう下に普通に魚おったっけ、あれ魚おったっけ、まあなんか下は普通に海みたいな感じだったからめっちゃ足つきそうでね、多分魚おったと思う。え冷やし中華食べたいんだけど冷やし中華食べたいんだけど、用事があるね。ありがとうございます。すんすんさんありがとうございました。オンライン受験申し込みありがとうございます。嬉しい、ちょっとゆらは覚えておきますね。すんすんさん、すんすんさん、皆さんもオンライン直祭委員会申し込んでください。あれって一人につき一回なのかな、ちょっとわからないんですけど、ゆらはそうデッキね、鉢巻きね、あの一回取れたんですよ、取れちゃって、でもう一回つけようと思ったんですけど、なんかつけ方がゆらわかんなくて、あれママにつけてもらったから、そうわかんなくて、なんか結局なんかそのままでいる。3枚セット1つあたり1枚、なるほど、あ3枚買ったら1枚チェキってことか。むっちゃんさん、やすべさん59円ありがとうございます。あ今日広島 50% か、ええー、明日もこの天気であってほしい。この天気だったら結構ねいい感じだと思う。
かっちさん、こんにちは。大阪も 50% なのに、なんでだろう。あきさとさん、こんにちは。ガッチさんもこんにちは。自分は1セット買ったから1枚、ありがとうございます。でもね、皆さん、まあちょっとあれだと思うんですけど、まあ3枚とか、もし1人3枚セット1で終わりなのかな、ちょっとわからないんですけど、まあ3枚セットを、3枚セットはもう1回しか買えないのかな、ちょっとそこら辺は分かんないんですけど、まあもしあれでしたら、まあ家に置いとく用と、あの携帯のここに入れる用と、そう、携帯のこう、あの透明の携帯カバーにして、でここにチェキを入れるっていう、そう、今時の今時の、普通に学生とかは携帯のここになんかめっちゃプリクラ入ってる子がいっぱいいるんですよ、携帯に。だからそれをやっていただくために、あのチェキここに入れるように、ここに入れる用のチェキが1枚、保存用1枚、あとなんだろうあとはあの保険証とか入れてる、保険証とか入れるところのそこに、まあ、1枚入れとくといいんじゃないかなと思います。分からんけどなので3枚。そう、ここになんか透明のカバーとかだったら、ここになんかチェキとか入れたら、チェキ、まあだいたいプリクラとか入ってる子が多い。ちょうど透明だったか、おー、いいですね。そう、ここに入れるんですよ、ここに入れたらもういい感じ。保険証はちょっとなんか頑張って今考えた。そう、透明ケース、イエイ。そう、透明ケースだったらもういい。でもユラのチェキを頼んでいただいて、あの透明ケースも、まあ、100均とかにあるじゃないですか、100円とかで。だからそれも買ってこうつけるっていう。そう、だって携帯ってもう毎日持ってるもんだから、もう肌身離さずあるじゃないですか。だからそう、ずっとあるし、なくさないし、いいと思います。はくりんさん、50カウントありがとうございます。まさひでさん、花束ありがとうございます。そう、あとまあとりあえず保存用もね、ちゃんとそうやっていただいてしたらね、いいと思います。メンバー12人、それ前言っとったの、本当に12人ってえぐくないと思って、えぐくないと思ってる。すごい、ありがとうございます。すごい。チェキの大きさ、どれぐらいなのかな、チェキの大きさって。この携帯だ、こっから、分からん、ここくらいじゃない、絶対体チェキってどれぐらいなんじゃろう、分からんけど、ユラが大体チェキって思うのはこれぐらいかなって思うけど。キリンさん、やっほー。ユラのスマホだと確かにギリギリかもしれない。プリクラとかは入れるんだけどね、チェキはギリギリかも。なんかいろ、携帯変えたいんですよね。あの携帯変えたと同時に AirPods が欲しいっていう。そう、欲しいんですよ。なんか買うときにめっちゃなんか合わせて買いたいなと。もひかねなささん、モテよう、ありがとうございます。ゆきさん、バラ、ありがとうございます。むっちゃんさん、アイス、ありがとうございます。ゆきさん、花束、ありがとうございます。すずさん、こんにちは。だからね、そうですね、当日に配信見れるか、悲しい、悲しい。That's it.
あーなるほどね、そういう時期ですよね。でも8月ってその時期ですね。そう、時間はね8月9日の12時から15時なので、皆さんぜひ。ぜひ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 応募してください。大きな小豚さんこんにちは、お久しぶり。確かにちょっと名前がインパクトが強いのでね、覚えてますねオンライン直前会楽しみ、ありがとうございます。確かにそう、日曜日だから見やすいと思うので、普段よりかはぜひ黒板あのあれみたいな感じで、これはい、皆さんここしっかりお願いしますまずここオンラインチェキサイン会、はい、こちら締め切りは8月2日日曜日の22時59分となっております。はい、皆さんぜひこちらの締め切りまでにぜひあのお申し込みくださいませ。はいそして、池田ゆらではですね、8月9日の日曜日、はい、日曜日と覚えると覚えやすいと思います。日曜日です、ここは。しかも8月2日なので、8月の一番最初に来る日曜日の時です。でここは8月の2回目に来る日曜日ですね。あ、めっちゃ覚えやすいじゃないそうなので、はい、こうやって覚えてください。第一っていうの、これの第一日曜日っていうの分からん、ちょっといろいろ分からんけど、はい、日曜日で覚えてください。皆さん日曜日です。いいですか皆さん、日曜日です。めっちゃいいこと言うじゃん、大村さん。待って、ハニーの日、野球の日です。そう。あすみさん、初見こんにちは、ありがとうございます。あの初見の方にねすぐ勧めるのもあれなんですけど、ぜひあのオンラインチェキ会お申し込みください。私も広島県民エビ型、一緒、すごい。なのでぜひ皆さんね、チェキをねちょっとこことかに入れて、はい、ハニーと野球だよ。そうだよ皆さん、ハニーの人、野球の日、お忘れないようにお願いします。そう、年休って何？年休って何？なんかすごいやつすごいやつだ、年休って。握手会が再開されたイラちゃんの時に見つけた、ありがとうございます。そう、再開、まあいつか分かんないんですけどね。とりあえず一番あれはね、オンラインチェキサイン会があるので、ぜひ。そう、初めてだからね、すごい楽しみですね。甘い野球イヤリング、これかわいいの買いました。
なんか前は結構なんかあれが好きだったんですよ、なんだっけ、前はねあれが好きだったの、銀色の、銀色シルバーのアクセサリーの方が好きだったんだけど、最近はゴールドの方が好き。妹はねシルバーなんだよね、ゆらはゴールドが好き。カリさんこんにちは。そうゆらゆらしてますよ。スマジロさんハート100個ありがとうございます。やったー、かわいい。なんかいっぱい集めたいんだよね、イヤリングつけた株。あーなるほど。ゆらはねなんかね前ねここになんかリングみたいなのしてて、そしたらなんか外れなくなってうーってなった。焦った、めっちゃ。年休、へえそうなんだ。ちょっとマネーのね感じで、マネーのお話ですね。マスクさんこんにちは。9連休の2日目だから、今日いつだろう。イヤリングはこれはなんとサンキューマートでーす。サンキューマートはねいっぱいアクセサリーもあってね、しかも300円だからね、まあ、300円じゃないけどね、消費税かかるから400いくらだけど、サンキューマートですよ。そうサンキューマート、そうクオリティ高いの本当に。だからでもなんかアクセサリーとかはなんか気に入ったのがないとなんかあんまり買おうって思わないから、なんか今日いっぱい買おうと思ったよね昨日は。なんかこれからいっぱいアクセサリーつけたいからいっぱい買おうって思ったんだけど、なんか気に入ったのがこれだったからこれ買ったの。なんかどうしようって迷ったやつは何個持ったんだけど、やっぱ迷った時にはユラは買わないっていうあれなので。なんかもうこれだって思ったのしか買わないから、これ買いました。はい、これが400円。そう均一ショップ、そう指輪、そう石鹸でこうやってたピョって取れました。スクショいる？いる？スクショ。あそうだ、さっきデッキ、そう島次郎さんじゃない。ちょっと待って間違えた。待って、モヒカンダイナソーさんデッキありがとうございます。さっき飛んできたのにごめんなさい、ありがとうございます。なんかすごい顔こうやってた、なんかすごい紫の人みたい。モヒカンダイナソーさんデッキありがとうございます。ありがとうございます。サンキューマートはねいいですね、たくさんあるので。紫ねいいですよね、こういう紫の色めっちゃ好きですね、衣装みたいな感じの。なんだっけ、ツイッターで見たやつで、なんかあのリネちゃんが昨日出してたあの STU のSTU とあのキティちゃんがコラボしたグッズがめっちゃ欲しくて、そうめっちゃ欲しいんですよ、だから買いたいんですよね本当に。そう、深夜さんこんにちは。本当に欲しいんですよ。なんかいろいろいっぱいあるから何があるか
あんまり把握してないんですけど、欲しいなって思ってる。いっぱいある。そう、いっぱいあるんですよ。だからさ、迷っちゃうよね。絶対絶対迷っちゃうんですよ。深夜さん、こんにちは。言った？ごめんなさい昨日、そうなんですよ昨日もうめっちゃ、もうめっちゃ恥ずかしかったんですけど、あのそう、向井地美音さんと、あの岡田奈々さんがこうなんか実況かな、公演のしてるのかな、まあ、もうゆらは本当になんかその公演 なんて言ったらいいんだろう、あれなんですよなんて言ったらいいの、あそう、鑑賞、そう鑑賞されてたのの実況かな、そうみたいな、公演の実況されてるのをあの見て、でそれであのゆらも見てたんですけど、ずっとあもう可愛いと思って、もうずっとそうショールーム見てて、で星もうめっちゃ投げまくったんですよ。もうゆらが今まで貯めてた星をもうすべて投げまくって、もう今星ゼロなんですけど、そう投げまくってしたら、そうなんか他の方が気づいてくださって、えって思ってそうしたらなんかこうなんか誰かがなんかコメントあったんですよ。なんかいきなり2期生なんちゃらみたいなあって、であっと思ってあとそしたらなんか伝染してちゃって、そしたらそう気づいてくださって、なんかそのコメントなんかそのあ池田ちゃんがいる池田ちゃんがいるみたいなやつ気づいてくださってもうねめっちゃ恥ずかしかったんですけど、そうなんかすごい褒めてくださったんですけど、そうなんかそう私よりなんか歌うまいからみたいな感じで言ってくださって、いやもうマジ絶対そんなことはないと思ってもう本当になんかゆらはそうもう本当に岡田奈々さんの歌めっちゃ尊敬してるし、もうなんかもう毎日絶対一日もう絶対聴いてるんですよ。絶対に絶対に聴いてるんですよ。そう絶対に毎日聴いてる岡田奈々さんの歌絶対聴いてるし、最近もうめっちゃもうかもう可愛いと思って、もうなんかもうゆらめっちゃ語ってたんですよ、お母さんとかに、お母さんとか妹とかに、もうやばい可愛いって、なんかもうあの岡田奈々さんのソロ公演のあの七期ってあるじゃないですか、七期ってあるじゃないですか、あの筋肉を触らせて、もう可愛すぎて、もうどうしようと思って、もうゆら本当にもうって思って、そうもうやばいと思って、めっちゃ憧れる、憧れます。めっちゃ尊敬してるから、ゆらもあの岡田奈々さんみたいに
もっとかっこよくなんか歌えるように頑張りたいなと思います。頑張りたい。本当にそう、まあ、もう頑張る。でも本当になんか頑張ろうと思います。いや本当にあのなんか本当にもうやばい、可愛すぎるって。頑張ります、頑張ります。はい、もうでも昨日本当にあのなんかユラがいるってバレた時はびっくりした。なんかすごいなと思って、ユラ50何位かぐらいだったんですけど、えっ、ー、と思ってそう、頑張ります、もっともっと頑張る。そう、もう 恋するレベル、なんか本当に恋するレベルにやばい、もうってなるなって思う。なんで頑張ります。マスオさん、ろうそくありがとうございます。あ、携帯落ちた。そう、歌唱力も今回のもう出るって決めたので、でもめっちゃ緊張しますね。本当になんかもうユラはダメなんですよ、まあ、緊張しいだから。なんか昔はそんなことなかったんですよあんまり。だけどなんか最近すごい緊張しいになっちゃって、なんか結構どうしようどうしよう、なんか結構前昔はあんまり何も考えずに出てたんですけど、なんか普通に出てたんですけど、なんか最近すごいなんかいろんなことを考えちゃうんですよね。だからめっちゃ不安なことがね多くてね、本当にちょっとユラはなんかなんだろう、最近は歌もちゃんと頑張らないといけないし、なんか心の面、メンタル的なメンタル的な部分もちゃんとなんかもっと強くしないといけないなと思います。最近すごいなんかめっちゃ緊張しいになったんですユラ。なんか本当なんか何だったんだろう、昔は全然何も緊張しなかったの、もう何にも、なんかホンホンホンって出てそう、なんかホンホンホンって出て、なんか普通になんかまあダンスとか歌とかやって、まあホンホンホンって帰るみたいな感じだったのにね、すごいなんか STU になってからかめっちゃ緊張するようになりました。なんかそうですね、なんでだろうなんでだろう、めっちゃ緊張した。かいわれさんこんにちは、やすべさんファイト、ありがとうございますそれなって何なんかいい緊張感って なんじゃろうって思う。なんかよく聞くじゃないですか、なんかいい緊張感を持とうみたいな、え、何なんだろうと思って、なんかそれが未だに分かりません。ただの緊張になるゆらは。やった、今日お嬢様感があるんだ、やった
そういつもなんか体操服って体操服みたいな服、なんかあれ体操服じゃないんですよ、普通の T シャツなのに、なんか皆さんが体操服体操服って言うからなんか体操服みたいな感じになってるけど、普通に普通に T シャツだからちょっとここだけ見たらねあれに見えるけど、でも本当になんでこんな緊張しになったんだゆらって思うんだよね最近。嫌なんですよ。イヤリングお気に入りです。しろたんさんハートありがとうございます。超力の雰囲気でもわかんない、だってゆらだって当たり前だけど出たことないんだもん当たり前だけど、だからわかんないんですよ、何も未知の世界ですね。まあでも参加は決めたので頑張ります。ってなるもうね、何かを探している私だからいっぱい練習しようと思います。うわ緊張する、なんか今から緊張してね、もうそうやばいんですけど、じゃあね頑張ります。耳かわいい、ここだけ聞いとってこなんかそう挑戦することがねあれだから、いろいろ挑戦しようと思って、えやばいちょっと待って、あよかった、もう食べてはいけませんみたいなやつが開いてるかと思ってびっくりした。いやいや全然バカず踏んでないですよ、バカず全然踏んでない、全くまだまだでしたよ、ね、はあ、いい、歌ってねなんかねあれですよね、なんかゆらそもそもあんまり歌って得意好きなんか自分が歌が好きになるって全く思ってなくて、そうなんか全然好きになるって思ってなかったけど、なんか今こんなに なんか前昔逆になんかダンスの方があれだった、なんかダンスしか習ってなかったからなんかダンスダンスって感じだったけど、まさかなんか自分がなんか歌やりたいって思うようになるって思ってなかったから、昔のゆらからしたらびっくりって感じ。あライブ終わった、はあ、待ってなんか耳が、明日はゆらも出るのでね、明日の今頃は終わってんのかな、じゃゆらもそう考えるとすごいな時間ってNH64 さんこんにちは、いや本当に頑張ります。どうしよう服欲しいな、ちょっと話変わるんですけど、ゆら服が欲しいんですよ今。
て服が欲しいんですけど、なんか服を買う時のあれが分かんなくて、皆さんはどうやって服を買いますか？なんか服がとりあえずたくさん欲しいから、ちょっとでも気になったやつを買うか、ちゃんと試着して買うか。試着した方がいいの？なんかゆら試着嫌いな人で試着が嫌いなんですよゆら。なんでか分からんけども、なんか試着嫌いなの。試着嫌いってあるって思うけど、試着が嫌いなの。好きなブランドがあるからそこで、なるほど、え、それあったらめっちゃいいと思うけど、ゆらないんだよね本当に。なんかブラブラなんかいっぱいなんかいろいろ行って、なんかあこれかわいいって思ったら買うみたいなのしかないから、そう、なんかいつも試着せずに、なんかもうこれ買うとか言って買うの、試着せんでいいのとか、うんって言って、まあ、試着が嫌いなの。なんでって思うかもしれないけど、試着が嫌いなの。そう、試着せずに買うんだよね。やっぱした方がいいか。いつもせずに買うから。あ、なるほどね。通販、通販で服買うってギュラあんまりないの。大きすぎるとかある。あって、いつもあ試着すればよかったとか、なんかそんなに似合わなくて、あ試着すればよかったとかちょっと思ったりするから、ちょっと宣言するわ、ちゃんとギュラは今度から試着します。でいつも後悔するとかあるよ。しょうこさん初見ありがとうございます。ぜひあのこちら初見の方に言うのもあれなんですけど、はい、オンラインサインチェキ会ぜひ来てください。試着すると買わなきゃいけない。え、めっちゃわかる、それめっちゃわかる。だってさ、なんか試着してからさ外出たらさ、お店の人待ってる時あるもん。でどうですかって、どうですかもう買うよねみたいな感じで言われることがあるから、あーごめんなさいってなるけど。確かにね、ズボンとかは、あでもゆらもズボンは絶対試着するわ。ズボンは絶対試着する。そう、でもね、試着しても普通にまた今度にします、普通にまた今度にしますって言ったらいいのか。そっか、また今度にしますって言おう。じゃあいろん。ちょっと半袖の夏服を今持ってないから、それが欲しい。する時もある、試着でもめんどくさいって思ったらしない、かもう買わないってなる。なんか欲しいのに試着がめんどくさいから買わないってなる。やばいんだけど、やばくない？欲しいと思ってんのに試着するのがめんどくさいから、じゃあもういいやって。やばい。え、靴は絶対履く、絶対合わせて買う。なんか足の大きさがさ微妙なんだよね、なんかゆら多分なんか足のサイズ何センチですかって言われても何センチか分からん、ゆら自分の足何センチなんかな。分かんない、ゆら何センチか、何センチなんじゃろ。分かんないな。スニーカー中敷き、なるほど。多分ね、23か、そう 22.5 か23か
ぐらいなんよ。でたまになんかもうそもそもその靴がちっちゃい時とかは 23.5 とかだと思う。なんかあるじゃん、そもそも細い形の靴とか。なるほど、サンダルは小さめ。 28.5、 28.5 ってもう未知数未知数だ。 28.5、 そうだよね、なんかその靴のあれによって違うよね。それはめっちゃあると思う。ビューラーを、ビューラーを忘れてしまった。ああなー。今日の配信はね3時30分に終わるんですけれども、はい、皆さんあと22分ですね。はい、こちらお忘れなく何回も言うけど、皆さんお願いしますぜひ来てください。ビューラー欲しいな。今日夜ご飯何にしようかもう考えてる。今日の夜ご飯何にしようかなってもう考えてる。キティちゃんと ST コラボ、そうめっちゃ欲しいんよそれ。ゆらカニフミオさん、かわいい、ありがとうございます。めっちゃ欲しくてね、今日はね朝ごはんは、朝ごはんはねヨーグルト、朝ごはんとお昼ごはん一緒なんよゆら大体。今日朝ごはんはヨーグルトとスンドゥブっていうのを食べました。でお昼もヨーグルトと、まあ、ちょっとお昼の方が多いけど、ヨーグルトとバナナとスンドゥブを食べた。でもスンドゥブはめっちゃ美味しくて、しかもなんか内容がねそんなにあれなの、内容がなんか辛いんだけど、何めっちゃいい野菜とかね、野菜入ってたっけ、あの豆腐とか、あと何入ってたっけ、豆腐しか思い出せんないけど、あれ何だったっけ何だったっけ、何だったっけ、豆腐と何入ってた、ちょっと待ってコメントを見ずに思い出す。スンドゥブは豆腐と、あ、キノコだ、キノコ、あの白いキノコが入ってました。そう、お肉とか入れるのかな分からんけど、まあ、辛さが足りなかったからちょっとキムチを入れたんですけど、その後にそうちょっとな鍋っぽい感じで、そうそう、そうなんだよ、美味しかった、めっちゃ面白いじゃないめっちゃ美味しかったんだよ。そう、辛いのが大好きだから。でも内容的にはそんななんか炭水化物とか多分入ってないと思うから、入ってないよね分からんけど、なんかキノコとか豆腐とかだからいいんじゃないかなと思って食べました。激辛コスプレ、確かに懐かしい、
難しいね。なんかそう辛い焼きそばの配信そうあのあれよなんだっけ次はあれ次の何人さん配信でやるとしたらなんかまた次何千五百人とかになったらあの半分になったらそうえ今6000の台か今だから6500人さんになったらまたその新しいやつを考えようかなと思ってる。何がいいだろう何がいいだろう。あ6445人さんか。そうじゃけん7000人さん配信でだから6500人さんになったらまた考え始めようかなと思うので皆さんフォローお願いします。また考え始める時期に入ろうと思うので何だろうな次は。でも夏だから夏にしかできないこととかやりたいけどもう思いっきり夏祭り配信したからもう夏祭りだから夏だからそれやったからなんだろうな次は夏っぽいのなんだろうねめでたいやつさんこんにちは。冷え冷え配信やばい。かき氷アイス、かき氷アイス、もう食べるだけじゃんゆら。食べてばっかだゆら。でもあんまり普段やってないことをしたいんですよね、そのなんとか配信は。そうなんとか配信はねあんまり普段しないことをねそうしたいんですけど、そうなんだよ。怖い。ちょっと待って、これ外れたんだけど、思いっきりボンって。なんか前も一回外れた記憶がある。やだ見て、わかるこのボゴって外れたの。もうこれ多分前も外れた、また外れた、もうやだ。そうアイシャドウです。お目目をキラキラにするやつです。え待って、本当にやばくない？本当にやばい、ボンって。前も取れてうわーってなって、見てこれ、めっちゃ手キラキラになった。キラ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 、はまりました。これやばい、これキラ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 、どうしようかな、つけようかな指についたキラキラをつける。指についたキラキラをつけていきます、ね、これキラキラかわいい。
親指こうだからどうやってつけたらいいんか分からん。難しい。あ、でもついた。いい感じ。キラキラになっている。ティッシュティッシュ。公演前、確かに公演前はちゃんとメイクしてるんだけど、もう終わりになったら取れてる。なんかすっぴんみたいになってる。今日外出しないのが不思議。そう、痛い。そう、外出する予定は全然ないんですけど、まあどうなるかわかんないんだけど、一応外出する予定はないですね。やばい、めっちゃ痛い。これが床にあった。痛すぎ。よし、まあでもどうだろう、出るかな、外わかんないけど。コンセントだよ。ゆらね、昔ね、もうなんかあんまり言いたくないんだけど思い出したくないんだけど、小学校の時に画鋲が刺さったの、足に。悲しい。本当に痛かった。泣いたもん、小学校2、3年生ぐらいの時。そう、でその刺さり方がなんか太ももらへんに刺さったの、膝の横らへんぐらいに刺さって、でなんかね、読書もいまだに覚えてる。なんか読書をしないと、なんか読書を聞くみたいな、なんか6年生ぐらいの子が確か部屋に来てなんか本を読んでくれるみたいな感じのがあって、教室の机を全部後ろに下げて、で床にみんなが座って、こう前にその6年生の子とかがおって、なんかそう、なんかね、なんだろう、本を読んでくれるみたいなあったんだけど、その時に、まあ、床に座って、でこう何座りっていうの、こういう座りなんていうの、何座りっていうの、こう足を火みたいな形にするやつ、何座りっていうの、こう三角座りをしてたら、こう内側にこう何座りっていうの分からんけど、まあ座ったんですよ。そしたらここに膝の横にくさっ刺さって痛かった本当に痛かった。でもゆらのいとこが画鋲に刺さってるとこを見て、それがめっちゃやばくて、なんかいとこが貼り物をしてて、壁に貼るものやってて、その時にその下に椅子があったんだけど、なんかそこに多分誰かが画鋲を置いてたね、何個か。したらもうそこにいとこが足をやってしまって、もう本当にさ、でもなんかそこまであんまり全部は刺さってなかったんだけど、なんか本当にあれ体重かけたらマジでやばかった。もうやばい、なんか思い出したくない、ちょっと思い出さんとこ本当に痛そうだった。めっちゃ前だけどね、小学校ぐらいの時の話だけど。でもそこまでぐさっとは刺さってなくて、刺さる寸前みたいな感じだったの。刺さる寸前かちょっと刺さったぐらいか、なんかちょうど靴下のにちょっと刺さったぐらいだったから大丈夫だったんだけど、そんなぐさっとは刺さってなかったけどね。
ウニ踏んだわやばいって、ウニ踏んだわやばいよ。ウニ、まあ、関係ない話なんですけど、ウニの美味しさに最近めっちゃ気づいたというか、なんかねどっかのねお寿司屋さんでね食べたんだよねウニを。そしたらなんか、えウニって美味しいと思って、なんか結構見た目的になんか茶色だしって思って、なんか味噌みたいだったからどうなんだよと思ってたけど、その時ウニを食べたらめっちゃ美味しくて、美味しいってなって、ちょっと今度からウニ食べようってなったですよ。ムカデ、痛い痛い、なんか骨が痛い、自分の骨が。話の内容がめっちゃもうポンポンポンって。沖縄行ったことないな、沖縄は。沖縄は行ったことないんだよね。こんにちは、アイスレモンさん、キャバリアさん、こんにちは。クラゲか。クラゲはなんか泳いでる時にあクラゲって感じはあるけど、なんか刺されたことはない。なんかあクラゲいるとかなったことあるけど、あそうりんこちゃんがあのツイッターに、あの2期生ツイッターに出してたやつで、あのそう2期生ツイッターに出してたやつでさ、あのそのミュージックビデオの撮影の時にあのエイがいたんですよ。エイがしかもめっちゃでかくて、もうみんなで写真撮りまくったんだけど、その時にそうリンコちゃんが出してたやつ。めっちゃどこだろう、どこだっけ、え、エイって毒いるの、どこだっけ。でもエイ、ちっちゃいエイなら買ったことあるけど、あんな大きいエイは初めて見た。どれだったっけ。でもギュラも写真撮ったんだよ、写真というか動画を撮った、どっかにあるよ多分。え、本当にすごいの。おお、待って、ユラのユラのやばいや、待って今聞こえたかな、ユラの動画のやばい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 ってエイ見ながら言ってる声が。やばいやばいやばい、めっちゃめっちゃやばいって言った。本当にでもびっくりして、エイがいるってことがずっとやばいやばい言ってた。ちょっと待って、リンコちゃんのツイッター皆さんもぜひ見てください。あの載ってるから多分写真が、ユラは動画を撮ってたんだけどね、泳いでた。
めっちゃびっくりした。どっかだろう、りんこちゃんのやつ。探してる今。あ、あった、ほら、撮影の時にエイ見ましたって。めっちゃでかかったのよ、りんこちゃんだよ。りんこちゃんがあの2期生のところに出してるやつ、2期生ツイッターをぜひ見てくださいの、りんこちゃんの投稿ですね、にエイが出てるんだけどめっちゃすごかったの、本当にびっくりしました。捕まえてないよ、ちゃんと動画を撮って。そう、すごいなと思って、普通に泳いでたからびっくりした、感動しました。エイだと思って、泳いでるエイ、あのなんだろう、普通に、そうそう、野生のエイって書いてる。そう、なんか野生ってなんか普通になんか身近にこうパッて見て泳いでるエイは初めて見たからびっくりしました。びっくりした本当に。野生のエイなんて言ったらいいんだろう、なんかそう、エイでしたエイでした、すごかった、すごい、そう、びっくり、びっくりでした。ということで、ちょっと30分になるので終わりたいと思います。配信を。ということで終わります。ではね、ランキングを読んでいきたいと思います。あ、もひかないなそうさん、音符、ふうくんさん、ハートありがとうございます。はい、では読みたいと思います。13位スンスンさん、12位マツツさん、11位奈良西さん、10位ガッチさん、9位スーさん、8位赤いマフラーさん、7位ユッキーさん、6位むっちゃんさん、5位マスオさん、4位斉藤さん、3位大村さん、2位島次郎さん、そして1位はドゥルルッドゥン、モヒカンナイナソーさん、ありがとうございます。よいしょ、モヒカンナイナソーさん、ゼッキーありがとうございました、ありがとうございます。できいけいけゴーゴーいけゴーゴー、今日もモヒカンダイナソーさんはいけてるよ、ありがとうございます。いけてるよ、いけてるよありがとうございます。ということで、あ、むちゃさん、アジサイ朝顔ありがとうございますはい、ということで終わりたいと思います。皆さんまだルームフォローしてない方お願いします。これもお願いしますね、皆さん、オンライン直サイン会もお願いします。8月2日締め切り、8月9日が当日なのでお願いします。ということでありがとうございました。皆さんぜひルームフォローお願いします。バイバーイ。お、明日会う方は楽しみですね。ということで、明日会う方は会いましょう。バイバーイ。